妻と子供を殺害したとして罪に問われている夫の裁判員裁判で検察側は無期懲役を求刑しました起訴状などによりますと大分市の無職首藤信也被告は去年8月自宅で当時38歳の妻と当時9歳の息子をナイフで刺して殺害したとして殺人の罪に問われています 今日大分地裁で開かれた裁判員裁判で、検察側は狂気のナイフを1年以上前から購入するなど、犯行は計画的と指摘しました。その上で、妊娠中の妻と何の落ち度もない息子を殺害した身勝手で短絡的な犯行などとして無期懲役を求刑しました。一方、弁護側は、 直前まで殺そうと決意したわけではなく、計画的とは言い切れないとして上場釈量を求めました。判決は今月26日に言い渡される予定です。